1958から1959シーズンの NBA は NBA の13回目のシーズンである。シーズンは1958年10月19日に始まり、1959年4月9日に全日程が終了した。時代はボストンセルティックスによる支配が着々と進行する中、この年のドラフトからセルティックスにとってはえ、 ガタイコ的種が続々と NBA 入りを果たしていく。その一人目がエルジン・ベーラーだった。ベーラーは全体一位指名を受けミネアポリス・レイカーズに入団した。ベーラーは大学で進級するつもりだったが、レイカーズの熱心な説得を受け入れた。当時のレイカーズはジョージ・マイカンが引退して以来トップから急落し、前期は19勝53敗まで落ちぶれていた。他に、 ガイ・ロジャーズ、ハルグリア、ウェイニエンブリーらが指名を受けている。1969から70シーズン以前はアベレージよりも通算でスタッツリーダーが決められていた。ボストンセルティックスとミネアポリス・レイカーズがファイナルで初めて早退した。後に同じ舞台で数々の名勝負を繰り広げる名門ライバル同士の対決はファイナル史上初となる4戦全勝。 スイープで決した。ファイナルは3年連続で、セルティックス対セントルイスホークスのカードが予想されたが、大物、ルーキーエルジンベーラーの活躍で、レイカーズがデビジョン決勝でホークスを下し、予想外のファイナルに進出した。1年ぶりに王座に復帰したセルティックスは、この年を出発点に、前人未到の大記録を打ち立てていくこととなる。 1950年代後半から1960年代にかけて、ファイナルでは、ボストンセルティックス対ミネアポリスレイカーズ、あるいはセントルイスホークスのカードが恒例となっていたが、ウアスタンデビジョン決勝では、エルジンベーラー率いるレイカーズとボブ・ペティット率いるホークスが、セルティックスへの挑戦権をかけて、毎年のようにしのぎを削り合っていた。 1957年のデビジョン決勝で、すでに両者は、相対しており、このシーズンも含めリーグが再編され、ホークスが、イースタンカンファレンスに編入される1970年の14、シーズンの間、デビジョン決勝では8回も、両チームは対決している。ありがとうございます。